京平さんとタボさん、はい、お友達はいますか？いません。いる。え、いないのか。すごい真逆の答え。え、いるの？お前いるだろ。すごい。え、3人いる。おお、2人友達と呼べそうな人がいる。ああ、まあ呼べそう。確定じゃない、確定じゃない。呼べそうな人がいる。友達欲しくないですか？欲しい、欲しい、めちゃめちゃ欲しい、欲しい、本当に欲しい。もう友達が本当にもう25年間絶望に絶望を重ねてきた。絶望。友達一人のにどんだけの労力と時間がかかるか。もうあとお金もかかる。お金かかる。お金かかる。お前、お前それちょっと止める。俺はそれは止める。俺も止めるわ。そればかりは。それは止める。企画変えよう。簡単に作れる方法を僕は知ってます。おお。僕はざっとまあ友達普通に1000人は優位に超えてるそっかパリピすぎだろお前。はい、多分47都道府県にいるんじゃないかなって。いやいやいや、どうせだって顔とか分かんないでしょ。分かりますよ。ネットもだろ、ネットも。いや、それこそ本当に野球部っていうのは各地方から来ますんで。ああ、そんなんで。じゃあ野球やれば。野球やろうか。野球やろうか。野球やろうか。もう遅い、もう遅い。野球やります。この2人にちゃんと友達を作らせようということで。いやー、はい、欲しいよマジで。じゃあ簡単に作る方法教えたいと思います。はい、今回は皆さん斉藤さんというアプリ知ってますか？ああ、そんなんやって俺は世代じゃん。ね、斉藤さんなんて俺やったことありますから。あります。俺もある。じゃあそれで実際に友達できたことありますか？ないです。ないね。ない。あ、で会話が続かないもん。続かない。やってもなんでかっていうと、やっぱりつまんないって思われる。いや、斉藤さんってあの短時間でおもろいって思わせるのマジ難しい。数秒のさ勝負じゃ難しい。僕は斉藤さんで、まあ相手男ですけど、20分ぐらい話したことあります。そうでしょ、マジ。本当です。男同士で。男同士で。だってあんなもん言っちゃ悪いけど、女目当てだろ。だそうそうそう、異性を目当てにするもんと俺は思ってました。そうそうなんですよ。ただこういうのいろいろテクニックっていうか仲良くする方あるんですよ。大勢でやる。あー、なるほど。じゃあ今適してるわけ。そうだね。ワイワイしてる方がやっぱり、あ、こいつら楽しい、おもろいぞ、おもろいぞってなる。なるほど。もうこれね、もうマジで助かる。俺1対1で斉藤さんやってももう、今日はいい天気ですねとかしか言えないでしょ。すごい、すごい。しかも11だとさ、もう大体どこ住み、あ、会話が決まってくる。会話が決まってくる。テンプレなんですよ、結局、ね、会話で面白い。そう、じゃあ集団でやれば、いろんな角度から、なるほど、いろんなことを言える。確かに、確かに。そうでしょ、うん、お前みたいにさ、テルプップップッレーとか言うのさ、やってねえよ、それやったことねえよ。斉藤さんで、一人絶対友達作りましょう。おし、おし、ちょっと作ろう。いい企画、いい企画。一人絶対作ろう。一人だい。俺ら4人で協力して。素晴らしい、素晴らしいね。友達が欲しい。欲しい。めちゃめちゃ欲しい。欲しい。誰らを応援するぞ。友達。飲みに行きたい、普通に。欲しい。おぶた友達。おい。じゃあ頑張って斉藤さんアプリ僕ダウンロードしましたんで。はい。4人でやっていきましょう。やったー。友達。友達。俺らもサポートすればいいよ。いや、サポートとか良くないよ。じゃあみんなで協力しようや。なんか サポート、うん、いやいや、だからなんかサポートっつうとお前らがなんかちょっと弱めで俺らはメインみたいな感じ、うん、そうそう、俺らが頑張らなきゃいけないんだ。そうそうそう。いや、お前らが友達作りてんだから。お前らだから違う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 、お前らが頑張って俺おこぼれちょうだい。じゃあもうおこぼれっていうか、お前らがこうなんかもうなんか道を作ってくれ。俺がその、お前らがカーペット欲しいで、俺がそのお前らの道、俺らが歩く。ほら、もうそう、導くわ、俺らが。そうそう、導いて、そう、道を作ってくれ。導くんだよ。じゃあ行きましょう。やれ。うわぁ、懐かしい。緊張してた。やべ、どうしよう。斉藤さんです。はーい。こんにちは。こんにちは。いい天気。あー、だから、斉藤さんのもんですよ。まあ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 、しょうがない、それ。イエーイ、レッツゴー、イエーイ、イエーイ、ハロー、ハロー、マイネームイズ、ハロー、クイエス、おー、つながってる。もしもーし、一緒に、なんか、今度、飲み行こうよ。じゃあさ、今日、いい天気だね。雨か。俺、雨でも、雨っていいよね、でもね。俺は晴れよりも雨の方が好きかな。涼しいし。話変えようよ。なんだよ。え、今日さ、あのさ、
ちょっと友達にならないっていうか、お前飲んでんだ。飲んでない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 。俺もうお酒全然飲めない。嘘じゃない、嘘じゃない。あ、な、話し方優しいね、君。でもね、結構友達多そう。飲んでない飲んでない飲んでない。ちょっとお酒とかあんま好きじゃないし。知らぬ友達になろう。ノー。じゃあいいや、友達前提に。じゃあちょっと知り合いから始めよう。そしたらちょっと友人なんとかにいてよ。ええ友達、こいつの友達なんとかして。え、なってくれるってこと。じゃあちょっとあだ名決めよう。あだ名、あーあー、惜しかったじゃん。長いって。ほら、ほら、いけたじゃん。友達みたいなもんですよ。1分55よっ、素晴らしい。こんにちは、どうもどうも、こんにちは。こんにちは。何してるんですか。一人ですか。あ、すいません。ああ、いや、いけたわ今のやつは。違う違う違う、ごめん、ちょ、聞いてくれ。女の子は緊張する。女の子はダメ。すげえ出てんじゃん今の。ちょ、待って、もう一回行かして。女の子出る確率相当低い。相当レアで。うわ、うわ、俺が男で行って。じゃあもう男で行こう。ちょ、緊張しました。こいつを感じさせればいいんじゃないかなって思う。あー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 、なるほど。そうそう。ダメじゃねえか。お前キモいわ。嘘。せーの、もしもーし。もしもし、こんにちは。おお、ノリ良さそうやな。話せるぞ、やったぜ。やっと話せる。こんばんは。え、何歳。6年生。あー、中1。早生まれの。早生まれ。おー、なんかスポーツとかやってんの。特にやってませんよ。あ、やってないの。部活入ってないの。部活はやってない。あ、明日からか、確かに入学式やります。おー、入学式。あー、中3と中1の間の期間だ、今。狭間か、狭間。一番狭間だ。もう何してんの。中3と小6。あ、小6。あー、ほら、おい、モノマネで行こうよ。あ、モノマネで行くわ。おい、面白がるかも。じゃあ俺ゾロ。ロじゃあルフィ。もうピーク、ピーカーで行けよ。あ、違う違う、お前とんがり行くんだよ。とんがり行くぶったこいで。俺はじゃあジャイアンで行くわ。ジャイアン。心配かけたかよ。俺はもう負けねえから。おい、伸びた伸びた。おい、そこまでにしろ。ぶたこりだ。おい、伸びた。伊藤流シス、ソンソンルーム、シャンブス、タクト。ぶたこりだ。はい、ということで今僕らモノマネしてますけど、わかりました。あー、いやでもモノマネめっちゃ見てくれてた。うん、この作戦いいね。多分次は何来るんだろうなって思った。もしもし。はい、今俺の友達でモノマネめっちゃうまいやつがいいんだけど、それがモノマネちょっとやっていくからさ、ちょっと聞いておいてくんない？いいよ。あ、ほんと？最初ゾロ。サンドブルー、俺グラー。どうどう、似てた？50、あ、50。じゃあ次、あのトラファルガーやろうね。はい、おい、麦わら屋ルーム、シャンブリス、タクト。どう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 、結構いけるな。おお、よっしゃ。いいね。よし、はい、ピーカピーカ。むきわらやー。どう、むきわらやって言われやろ。44。あー、はい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 。じゃあ俺ね。じゃあ大輝、ルフィ。ルフィ、ゴムゴムノー。バズーカー。
なんてなんてなんて22歳